はい。はい。はい。こっち来るか。はい、こんにちは、グリードです。今日はね、僕のコントローラーを紹介したいなと思います。少し前の配信で、グリードさんまだ Xbox のエリートコントローラー使ってますか?っていう質問があったんですけどね。使ってないんですよ。まあ、あの動画も4年ぐらい前になるのかな。3、4年くらいは、純正の Xbox コントローラーを使ってたんですけど、最近ね、ちょっとまた違うの使ってるんですよね、実は。こちらを使ってます。ちょっと色合いがなんか背景と一緒やな。海外の COD プロゲーマーたちがもう約9割以上使っているバトルビーバーですね。出ました。バトルビーバー。まあ、Apex もね、かなりプロ勢、日本も含め使ってる人多いかなと思います。なんでまた今になってコントローラー変えたかっていうとね、まあ、いろんな理由があるんだけど、まずこのバトルビーバーは自分の好きなように細かくカスタマイズできるんですよ。で、僕の場合はね、こういう風なプロ持ちっていう持ち方をしていて、まあ、後ろのね、ボタンとか必要ないんですよ。で、多くのカスタムコントローラーっていうのはもう、デフォルトでこう、ボタンがついちゃってる状態なので、僕からしたら邪魔でしかないと。使う必要がない後ろのボタン。で、そういうのもボタンなしにできるのがこのバトルビーバーなんですよね。で、まあ他いろいろ変わってるんですけど、じゃあトリガーストッパーかな。射撃ボタンですね。右の射撃ボタンだけこうマウスクリックになってます。カチカチカチっていう。まあ通常ちょっとね、ストロークがあるんだけど、まあそれが一切ない状態。ね、僕の場合こういう風に黒持ちで中指で射撃するんだけど、長時間プレイしてるとね、こう、ストロークがあると指が疲れてきちゃうので、こうマウスクリックにしてますと。次にあの正面のボタンなんですけど、こちらもね、マウスクリックになってます。すごくね、ボタンの反応も良くなって、あとね、こう、耐久性も多分結構上がったような感じしますね。あと、スティックね、スティックの押し込みもマウスクリックになってます。まあこれもやっぱ耐久性アップですね。次がね、結構大きなところなんだけど、この右スティックの柔らかさをね、マイナス 20% にしました。で、マイナス 40% まで柔らかくできるんだけどね。これがね、想像以上に良くて、長時間プレイしてても指の負担がないのと、あとより細かいエイム操作がしやすくなりましたね。上級者の方はおすすめできるけど、初心者中級者の方はちょっとね、まあ逆にエイムが難しくなる可能性があるので、あんまりおすすめしないかもしれない。残りはね、基本的に振動除去したり、まあ重さを軽くしてあるぐらいですかね。うん、もう半分ぐらい、通常より半分ぐらい軽いです、これ。というようなカスタマイズコントローラーになってるんですけどね、こちらね、全くおすすめできないです。なんで動画にしたんって感じですよね。はい。このコントローラーはね、まあなんだろう、競技シーンやってる人とか、あとゲーム配信者とか、まあそういう人は買ってもいいかもしれない。っていうのもね、今こう、円安の中、めちゃくちゃ高いんですよ。まあ200ドルぐらいするんですよ。カスタマイズするとね。で、だいたい平均3万以上します。Xbox のシリーズ S 買えるやんって、ゲーム機買えるやんっていう金額ですよ。しかも消耗品ですよ。うん、高いっすよ。アホっす、普通に考えて。1ドルね、100円ぐらいだったら全然まあ、2万ちょっとカスタムコンありかなってなってたんですけど、まあこれからの時代、ちょっと日本から買うのは非常に、まあ難しくなってくるのかな。付け足すとね、僕はね、スティックに何もつけてないですね。フリークもスポンジもつけてないです。で、まあ、フリークもね、海外選手、まあ、世界のまあ、ほんとトップオブザトップたちは、ほとんど何もつけてないですよ、スティックは。フリークもほんと少ないつけてる人。何年か前から、なんか、スポンジつけるとエイムが良くなるよ、みたいなので、日本で流行ったんだけど、まあ、僕的には、世界のね、トップ勢がつけてない。し、僕はまあつけてもあんま意味ないんじゃないかなと思ってるんで、僕は基本的に何もつけてないです。スティックになんかつけてもうまくはならないっすよ。言っちゃった。言っちゃったけど。まあそれで言うとね、コントローラーもね、別にうまくはなんないっす。まあ長時間プレイする人のこう快適性を上げるものと思ってください。うん、別にこれ使ったからといってうまくなるとは思わないっす、僕は。おっ!の、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 のやっぱりでも箱スティックはいいっすね。なんかしょっちーも PS4 コンに箱スティックだった気がするな。Xbox のね、コントローラーに関しては、やっぱりね、耐久性いいと思うんです、マジで。変なデッドゾーンじゃない、いわゆるスティックが勝手に動いてしまう現象、スティックドリフトですね。スティックドリフトもかなり少ないし、なんか、ぶっ壊れるっていう時はほんとマジで少ないっすね、基本的に。今までぶっ壊れたことはないかな。
まあ、スティックはね、こう、劣化でね、どうしても、感覚が変わってくるっていうのはもちろんね、コントローラーだからあるんだけど、壊れるってことはね、今までは一度もない気がするっすね。よいしょ。ね、スティック緩くしてるから、こういう、今みたいなリコイル制御しながらの頭らしい微調整がすごいしやすい。あれ？いや、今出てくんのかーい。俺死んだ。アドバンス指？危ない。もしもし？絶対来るよ、こう。カモン。危ない。ドン。リスポーン勝ったかな？危ない危ない危ない。弾がない、弾がない、ガチで。危ない危ない危ない。カモン。イエー。スペリか。僕の SM じゃ弾がない、一切。これもしかして、いや、よいしょ。ソーム出てるから暴れましょうか。危ね、よかったね今の。え、あそこって家あるの？あんなか入れるんだ、知らなかった。こっちは来そう。 UAV ないからな。 MGB 出したいね。オッケー、あ、もうセービー。もう一回ソーム出そう。おっ、ソーム26、27、28、29、オッケー、 MGB ゲット。普通にこの武器が強いな。オーライオーライ、ミス変わったでしょこれ多分。いやー、さすがに死んだか。まあまあまあ、勝てましたと。これはいはい、勝ち確定。ちなみに、まあ、その、エイペックスでも、一応大会の時使ったけどね、うん、かなり良かったっす、やっぱり。特にエイペックスほど、その、スティックをね、柔らかくする効果が出てると思う。まあ、インペリアルハルとか、ハルとか、あと、バルハーストだっけ？ね、TSM の選手たちも結構、スティック柔らかくしてたはずだから、よりエイペックスほどいいかもしれないですね。よいしょ。なんか角いない？裏湧いてる。いい！絶対そこ湧きじゃん。おほほほ！危ない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 。うわー、まだ敵いんのかここ。まああとはちょっとサクッと100キルいきましょうか。危ない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 。やっぱりね、膝に手を置いてないからエイム悪いっすね、かなり。うん、
これまだ奥分けしてんじゃない、まあ、狭いマップだからな。ちょっと痛いて。オッケー。おお、かぶってるかぶってる。アドバンス呼べるかな。見つかったね。死ぬ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 。いやー、もう少しアドバンス指出るね。裏空きしてたらいいな思ったけど、これ湧いてないな。オッケー、ナイス。わーお、最悪。アドバンス指。ダブルアンダー。よいしょ。いや、楽しい。好きなコントローラーでプレイできてる時が一番楽しい。ぶっちゃけもうこれ、同じ武器でも楽しいからね。ふふ、COD は。このスタンは刺さるね。はい。100キルいったかな、おそらく。だんだんテーブルエイムも慣れてきたか。はいはいはい。はい、はい、これまだこっち枠ね。うわー、やられちゃったか。アドバンスを指出して、もうMGB 出しとくか。はい、 MGB レッツゴー。120キルぐらいはいったかな。いかないかこれ。絶望。ブーン、いいね。手元 MGB120キル。はい、というわけでお疲れ様でした。今日は僕のマイコントローラーをご紹介したんですけどね。まあ最初に言った通りね、あんまりおすすめしないですね。まあこの円安の中、この高いコントローラーを買ってまで、まあゲームをやるっていうのはね、まあなかなか全ての人にお勧めできる内容ではないかなと思います。まあ僕は今これをね、愛用しております。よかったらモチベーションになるので、グッドボタン、高評価ぜひよろしくお願いします。グッドボタン、高評価一緒やな。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。